あなたは私をご存知なのですか？どうして私を探していたのです？それは言えないわね。だってあなた、琴子さんじゃないかもしれないでしょ？記憶がないんだもの。写真を見る限り、ね。でも、今は世の中も便利になったのよ。顔だって変えられるわ。それこそ、誰にだってなれるんじゃないかしら。報酬は出せないわね。記憶がないんじゃ本人として受け取れないもの。あら、一週間あれば記憶を戻せて本人だと証明できるわけ。まあいいわ。その代わり1ヶ月だけよ。それが過ぎたら報酬はありません。美津子さん、それじゃあこれは仲介料です。はい、ありがとうございます。私個人じゃないですよ。斡旋事務所宛てに入金してもらったんです。私の仕事はですね、ミヤさんに京一郎くんを紹介するところまでなんですよ。私はきちんとお仕事をしたから報酬ももらえるんです。現実って得てして納得いかないものよね。それじゃあ頑張ってね、京一郎。何が頑張ってね、京一郎だ。ケスカンやつめ。京一郎も鼻の下伸ばしちゃってさ。目に浮かぶようだったもん。ツケはどうやって払うんだ？まあ、こういうこともありますよ。元気出してくださいね。泣きっ面に蜂です。調子に乗るな。よくないと思いますよ。
怪しい探偵にも狙われてる。あんた、まあまあ、ここは爽やか美津子さんにお任せですよ。京一郎くんと同い年ですよ。とにかく、なんでダメなのかがはっきりしているんだし、妥協案というか解決案が必要だと思うんですよ。の意見はどうなの？え、私ですか？私は京一郎さんだったら。私はここにいてもいいのでしょうか？そうだよ、安心してね、ことこさん。ことこさんは私が守るから。はい、よろしくお願いします。マイコ、本当に書いてあるよ。ダイナミックディテクティブサガーラって何？わあ、京一郎さんってかわいそうな人だったんだ。痛々しいにも程があるな。京一郎くん、頑張ってくださいね。Thank you.
これで準備完了だよ。きっと次回もキリキリ舞い。みんなこんにちは。元気印のナビゲーターキリちゃんです。いきなり本題なんだけど、ここはね、次回予告をするところなんだ。みんながどんな風に進んでいけばいいか教えてあげちゃうよ。よく聞いて、よく考えて選んでね。した後、京一郎さんは3つの依頼を受けちゃいます。その依頼をどの順番で解決するかによって最終話が変化するんだって。それによって仲良くなれる女の子も変わってくるから注意してね。さて、第1話ようこそマイハウスをクリアしたので、次は第2話です。第2話は次の3つの中から選んでね。
まあな。つうか、俺は給料払ってるんだぜ。男の言うこと聞いちゃダメ。自分をもっと大切にね。旦那もこいつと一緒にいるとバカと貧乏神が映りますよ。違いない。仕事だったらやめた方が。